こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。洗面ボールが割れてリフォーム場合、ここルさんよりいただきました。洗面だけ先にリフォームなんですね。お知らせです。リフォーナビライブ、えー、こちら、ライブラリー。 えー、4つのカテゴリー見るべき動画チェックシートブックぜひこちら活用してみてください画面のこちらをポチッと押すと見るべき動画ギュッと凝縮していますね結構皆さんの質問ここに入っていてあ見逃したっていう方は結構いらっしゃいますよねさらにこのオンラインショールーム解説さらには遮熱断熱ガラスコート厳選アイテムぜひこの暑い夏乗り切ってくださいでは今日のテーマ洗面ボールが割れてリフォームこれ結構ありますね山さんもマンションのその、えー、キッチン洗面 洗面を入れていた営業マン時代がありましてちょうどそのリーマンショック前までなんですけどねでマンションで新築入れてもすぐ1年ぐらいでその洗面ボールが割れたつてボールだけの交換結構やってましたねということで今回は築20年幅 150センチのメーカー不明のマンションオリジナルの洗面台です。まあ、マンションってシステムキッチンとか洗面基本的にオリジナルで各不動産会社デベロッパー向けにオリジナルの扉、オリジナルのキッチンスタイルで入れてるんですがもちろんこのキャビネットのね開けた側板なんかの、ね、メーカー名はおそらく書いてあるんじゃないかなと思いますけど、えー、LDK のリフォームについて業者さんに来ていただき、うん、現場調査なんですね。これからリフォームいよいよ決めなきゃっていう時に洗面ボールが割れました。 なんか多分化粧瓶かなんか落としたんですかね。確かにボールが割れてます。うんうん。ビフォーアフターどうなった洗面だけまずは LDK のリフォームの前にやったリフォーム。ドンモリスじゃないですか。そして 壁から壁まで、下台だけ交換。うん、綺麗なナチュラルの扉、いいじゃないですか。下台並み交換、下台のみ交換。うん、宝のリジャスト、壁から壁、ウォールトゥウォールでいけるんですよね。マンションなので、 必ず直感接続で、と、宝に見積もりをお願いしました。基本的にはね、この直感接続、公務転載にも一応言っておくっていうのポイントですね。しかし、幅が150センチの引き出しタイプを希望していましたが、現場調査の結果、入るのは壁から壁でどうしても149センチになると、なるほど。本当は150センチオールスライドで行きたかったけど、引き出しと開きという形のレイアウトになるわけですね。 で、こちら、左側は引き出しなんですが、そのため、左側のこのドア枠との干渉、これありますね。キッチンでもあるんですよ。その入り口枠、えー、スパイスラックが当たるとかね、今引き出しだから枠が当たるということで、この左側、ちょうど引き出しになっている部分の、この枠の干渉を避けるために、この右、片寄せになった影響で、2センチの大きなコーキングになってショックなんです。 いや、これ結構ありますよ。なので、枠、うちもそうだ。洗面とかキッチンで枠が出てる方、注意なんで、ここえ、チェックしてみてください。開き扉から、開き扉のためほぼまんま収納を移しました。ああ、そのまま行けたわけですね、えー。排水管はかなり奥になったので、まあ、奥行きは以前よりも広くなりました。うん、うん。では、アンケートです。築20年のマンション、オリジナルの洗面居粧代、ショールーム巡りはタカラ、トクラス、うとう。 トクラスも見に行ったんですねただこれやっぱ150っていうサイズがね、とうとうとかね、高いんですよね。で、そこまで高い形じゃなくて、大きいから高いんじゃなくて、マンションスタイルだから150センチなんで、せめてこのまあえー、使いやすいマンションスタイル、そうなってくると、リジャスト、それからね、えー、パナソニックのシーメイドにして、 現場で天板カットして、そうすると高金関係なくなりますよね。で、片側の方は山さんちはオープンにしてます。そういう面で言うと、150だったらそうですね、75センチの2段引き出しスライドにして、片側750オープンとかね、900にして600オープンとかにして、まあ実際そこをオープンにすることによって、壁から壁までカウンターは現場カットにすると高金は伸びないという感じですね。太くないという感じでしょうか。リフォーム業者の選び方、えー、コムテンさんどのように選びましたか、ご縁結びコンテさんの決めて、リフォンダームダイ の紹介と一番こだわったリフォームのポイントは洗面台はまた来年くらいかなと考えていました。その時は相掛号橋のスマートサニタリーありますね。えー、サンワカンパニーの収納付き三面鏡ですっきりした洗面にしたいなと思ってました。あ、合わせ技はあ下は。 アイカ工業。上は三和カンパニー。うん。急に洗面台がボール割れたことで使えなくなり、早く買えなくてはいけなくなって、全部買いたかったんですが、主人が今の一面鏡は絶対そのままというので、仕方なく下台のみ。まあ一面鏡もね、さっき見たら綺麗で、やっぱり使いやすいというよりも見た目がいいんでしょうね。選択肢が少ない。幅150センそうなんです。幅150で下台だけは山さんにも相談させていただきましたが、はいはい。選択肢が少なくてその通りなんですよね。私はトクラスのペット ちょと洗面台が気に入りボールを片寄せにして下に洗濯機かごを置くタイプがいいなとあいいじゃないですかここでまた片寄せに反対があ一面鏡の時は片寄せが嫌だと面倒、うん、くさくなりもう価格が安い方の高値にしました、まあ、間違いはないですけどねいや今度ねあの山さんトクラスの 洗面人気なんで、えー、トクラスさんに行って、ショールーム取材させてもらいますので、ぜひあの気になる方、洗面所はトクラス、注目じゃないかなと思いますね。今回、お風呂は当然してなくて、壁紙を全面変えると、お風呂の際にまたお風呂側はやり直しになる、そうでもったいないなと思ったので、洗面台の壁側だけ張り替えました。ありましたね うん、モリス、フルーツ、イエロー。主人から派手じゃない元が黄色なので、モリスのフルーツにしました。派手じゃないと主人から言われたんですが、ここだけ変えるのに、無地だからと書いて違いが目立つからと、今回は押し切りました。いやー、いいじゃないですか。やっぱね、この辺、えー、言うべきものは言って、通すべきは通させていただいて、<laughs> えー、出来上がったら周りとも馴染んですごく可愛くなったので、ね、大満足です。ご主人さんも、お、いいじゃないかって言ったんじゃないですか。ぴったの周りだったな。あとから考えると、現場調査のその 日に開き扉に決めないで、もう時間ないから、じゃあもうこれでいきましょうってしないでね、サイズダウンして余ったスペースをぴったな、最近山さんよく言ってますよね、750とか入れて、空いたところを、ね、ぴったナにしたらいいんじゃないのとて1センチ単位でいけるもんね、1ミ、mm、リ単位かいいあ、いいじゃないですか、ピッタなの入れたらよかったなと思います、すぐ決めなきゃいけないと思ってしまい、反省です、いやー、もう結構動画見てる方も、うん、いや、もうすぐ入れて、すぐあのメーカーの方に来て、メーカーの現場調整、それもアウトですよって、リホ W じゃないですよって。 壊れる前にリフォーム。コーティングが太くてびっくりですが、今のところマスキングテープであまり分からないでさ、リホトモさんのいろんな形え、役立ってますね。この、えー、教訓を次のキッチンリフォームで、いかつぞーっと誓いました。素晴らしい。うん、前向き。 故障してからリフォームするのは時間ない中で決めなきゃいけなくて、検討する余裕がなくなるので、いや、ほんとそうですよね。いや、その通りだと思います。壊れる前にしなきゃと思いました。これはもう、いや、この格言ですね。綺麗で気持ちいい。今回の商品で特にバージョンアップしたところは、シャワー付き水栓と人工大理式の洗面ボール、洗いやすいし、綺麗で気持ちがいいです。壊れる前にリフォーム。抗菌が太くてびっくりですが、今のところマスキングテープ。うん、ここありましたね。で、えピッタなもありだった。いろいろあった。主人が 派手からじゃないいいと言われたたろろありましたがやっぱりやっぱりこういった形でも綺麗で気持ちいいってなるわけですよね。なので、まあすっかりキッチンで。リフォームを完成して気づいたこと、他の方についてアドバイスは今。 壊れなくても、ある程度どんなものにしたいかなどは考えておいて、壊れる前にやった方が自分も余裕があるかと思いました。うちは洗面ボールが割れて、割と早く動いたんですが、現場調査まで3週間、工事まで3週間、結局2ヶ月間洗面台使えなかったんです。最後はすっかりキッチンで何でもやるのに慣れてしまいました。面白い。いや、もうキッチンで、えー、洗面でやることはもうここがもう当たり前で、洗面なんかないんじゃないか。 そうですよね。これぐらいかかると。やっぱり快適です。満足したこと、気がついたこと。いろいろ希望とは離れたんですが、新しい洗面台はやっぱり快適で使いやすい。いや、それ、そう言っていただけると良かったです。掃除しやすいので、もっと早くすればよかったと思いました。どっちなんだって話ですが。いや、やっぱり、だからそういう面で言うと、しっかり計画して、早くしとけばよかった。これが、まあ、大筋ですよね。活用したサービス、LINE で質問、相談。オフ会参加、リホナビラジオ、リホナビライブラリー、五円結び、チェックシートブック、コリデートブックです。もっと 暮らしを楽しもうチェックシートブックですーーーーチチェェッッックククシシシトト引引ききしし契約書ショールーム現調査この引き出しの出枠チェックシートブック入ってなかったですかね。やっぱこういった枠、特に引き出し、コ、えーングの太さまでやっぱり考えないといけないかなというふうに思います。大切な業者選び、両方でビがサポート、両方でみ公演結び、両方でみが選ぶ安心の業者、一人一人に一社を、えー、おつなぎさせていただいております。お申し込みのステップは申し込み、ヒアリング、ご紹介、えー。こちら、あなたにあった一社のおつなぎです。 カルテをベースにしてます。リオナビ画面、ライブラリー、こちらの方もっと暮らしを楽しもう。まずは QR コードから、えー、LINE でお友達になっていてコメントスタンプくださいね。今日お届けしたの洗面ボールが割れたよくありますよね。ぜひこちら参考にしてみてはいかがでしょうか。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。いやー、他のリフォームもビファフター待っております。